しみしたい？はい、ありがとう。じゃあ私こっちのジャム用意するね。
方もちょっと卵崩しちゃった。いいんですよ、食べてしまえば一緒ですか。そう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 、おいしそう。そう、ちょっと今日はパンにお味噌汁にしました。手作りパンに手作りジャム。そう、昨日ラッキーだったね。ラッキーだったね、あの八百屋さんの前通って、うん、なかなか小粒のね、うん、じゃないからね。昨日この間ほら取った鶏ガラ、鶏ガラのね、うん、スープをベースにお味噌汁で、お味噌汁のようなスープのような。そうそうそう、ごめんね、そっち卵崩れちゃって。ああ、なんかまた、うん、斬新な基本カンパーニャは僕はもうバターだけでいいかなみたいな、うん、じゃあジャムいらない。いやジャムいるんだけどね、そのぐらいこう風味がね、うん、豊かで美味しいよね。昨日夕方帰れたんだよね、作ったの、うん、特にうちの手作りパンは。ありがとう、何もそれ以上飲んでませんよなんかお味噌汁に紛れてさ、うん、うちのルックうちの自家栽培の、うん、これは何なんだろう、ベビーリーフっていうことで買ってきたんだけど、なんか秋頃、うん、だんだん違うものが冬を越してなんか春になって、なんか違う種類のお野菜になってきた気がする。そうそもそもベビーリーフって何なんだろう。そう、どう、おいしい。これがやっぱ暖かくなると発酵時間も短くなって若干楽、ね、発酵短く、うん、と思うんだけども、うん、でもどれもがおいしいね。うん、パン食べる、まだ、うん、私はもういいわ、うん、ありがとう、うん、パンいい？パンはいいわ、うん、うん、うん、食欲あるね。はい、働けましたから午前中そうだね、この間ね、うん、アップした YouTube ね、僕の感覚で経験上ではもう金曜日のお昼には出来上がってたんだけど、特にその後ソフトが最後の段階になってフリーズ固まっちゃうんですよ。で、作ったソフトをこう動画用に書き出していくんです。レンダリングって言うんだけども 20% までいくのに止まっちゃう。でもう一回パソコン再起動して 35% までいくんだけども、で、まあ、次は 20何% だったらもう10回ぐらいやってもうどうにもなくなるって、もうダメかと。そしたらあなたがね、調べたらきっと数字であると思うよって調べたらね、あったんだよね。そのチェックを外しただけで、一気に 100%。 ありがとうございました。はい、この代償は大きいよ。やっぱこう、人の言うこととかね、うん、奥さんの言うことに耳を傾けてね、自己流で解決しようとしちゃいけないね。そうだね、はい、自分ができるからと思ってね、はい、そっち系はね、うん、何を言ってんだってね、うん、知らないくせにと思わないで、まず謙虚に聞いてみることは必要だね。そういうふうに思ったんだ、昨日、はい、知らないくせにってそれは初耳だ。本当にね、感謝でしたよ。でも最初は知らないくせにって知らないくせにじゃん、うん、あー、美味しかった。美味しかった。美味しかったね。なんかほんと春感じた、うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
ハブリックが暮らしの中にあると違うよね。これだけの大きさの絵画っていうとちょっと難しいけども、うん、ハブリックって気軽にこう楽しめていいよね、うん、ねえ、もうこういう適切なんだね。なんかグリーンがもうこの色目がもう目にいい季節になっちゃった ね、うん、なかなかこういう時間ってないよね。そうだね、モテそうでモテない。ついついね。うん。あ、いいね。お、おやつ好き、ありがとう。きっとカット。友達と無意味トークブレイク。何友達と無意味、無意味トークブレイク。これ、この間届いた豆。うん、新鮮っていうのもあるのかね。うん、前のやつ。この前のやつ。うん。あ、でも、でも美味しいでしょ。美味しい。だって僕が入れたんだもん。かく。と綺麗だね、これね。よかったなと思うのは、モネ、モネ。あ、それは一緒に見に行ったよね。はい、スイレン。覚えてる？うん。あと、ムンクの叫び。あれも良かったね。良かったね。この間、ムンクのことテレビでノルウェーやってた。あ、ほんと、ほんと。うん。ムンクが泊まったというホテルとか、愛したカフェとか、うん、その叫びを書いたところの場所。すごい良かったよ。うん、時々、こう日常生活の中でムンクみたいなことあるよね。叫びたくない。叫んでる私。やっちゃったみたいな。叫びみたいな。そしたらまたそこからやればいいのよ。そう。考えんじゃなくてね。うん、またそこからスタートすればいいんだよね。その連続だよね。コーヒーってさ、なんか難しいことわかんないけど、まず、お湯の温度とか入れ方とかあるでしょ、うん、でも豆引く時もやっぱりゆっくり摩擦をかけない方が美味しいのかな。美味しくなーれ。そうそうそう、そのぐらいの、そのぐらいなりで、うん、ゆっくりやるとなんか美味しいのかな。あ、何でもそうだよね。今日のほら、うん、私のジャム作りもそう、ゆっくり。そうだよね、ずっと弱火でやって。忙しい時代だけども、なんか丁寧に暮らすことって大事だよね。大事だね。なんかあなたにしては珍しくいいこと言うね。うん。